エクスマスはイギリス海軍の駆逐艦、e 級 q の共同艦。艦名はナポレオン戦争期の海軍軍人である初代エクスマス、死者エドワード・ペルー提督にちなむ。エクスマスは1931年の海軍計画により1932年11月1日に発注され、1933年3月15日にポーツマス交渉で起航。 1934年1月30日に浸水して翌日命名され、1934年11月9日に就役した。就役後、エクスマスは本国艦隊大獄地区軍の機関となった。イタリアとエチオピアとの間で緊張が高まると、海軍本部は大獄地区軍を1935年8月から1936年3月まで、 地中海艦隊に加えたが、エクスマスは1935年10月4日から1936年1月5日までの間アレクサンドリアで修理を行っていた。スペイン内戦中、ポーツマスでの1936年11月17日から1937年1月19日、1938年11月21日から1939年1月16日の、 修理の合間に、エクスマスは、不干渉委員会の布告を実施するためスペイン海域を巡回した。エクスマスは3月にイギリスに戻った。8月2日、エクスマスは第12駆逐軍の帰還となった。1939年9月に第二次世界大戦が勃発すると、エクスマスの駆逐軍は最初本国艦隊に配属された。11月末、 エクスマス及び同じ駆逐軍所属艦の他の艦、エクリプスとエコーはアイスランド南方でドイツ通商破壊艦を捜索する巡洋戦艦フットを護衛した。12月に紹介や戦乱護衛に従事するためウエスタンアプローチ艦区に転属するが、1940年1月には国会で同様の任務に当たるためロサイスへ移った。 商船シプリアン・プリンスを護衛中の1940年1月21日、エクスマスは、ドイツ潜水艦 U-22 に発見され、撃沈された。5時35分にひかなりした後、エクスマスは沈没し、生存者はいなかった。後に18体の遺体が回収され、ウィックの墓地に埋葬された。エクスマスは、E 級駆逐艦としては、初の戦没艦となった。 ありがとうございます。